送り人は妄想ブラック企業からバリ作前のホワイト企業に転職を成功させてぬくぬくサラリーマン YouTuber してる私サラタメがお送りします。今回は今さら聞けないビットコインとブロックチェーンという本について解説させていただきます。本書の特徴はですね、とにかくめちゃくちゃわかりやすく書かれているところです。ビットコインとかブロックチェーンなんて言葉初めて聞いたよという方でも十分に理解できるぐらい優しい言葉で解説してくれています。ただ注意点としてはですね、本書を書かれているのが大塚祐介さんという仮想通貨の取引所サービスコインチェックのその役員の方ですので、仮想通貨をかなりポジティブに捉えている内容だという点です。しかも本書は仮想通貨バブルで日本中が盛り上がりまくっていたあの2017年頃に書かれた本ですので、時代はビットコインだとそう言わんばかりの非常に前のめりな本に仕上がっています。ですので、ぶっちゃけ仮想通貨投資とか微妙じゃないと疑ってる私サラタメが、ところどころツッコミを入れつつ解説していきたいと思います。正直ですね、おそらくこの動画を見に来てくれた方の大半が気になるポイントって、結局俺は仮想通貨に投資した方がいいのかい、儲かるのかいというポイントかと思いますので、その点に迫る動画にしたいと思います。仮想通貨投資をやるべきかやらないべきか、これはぶっちゃけその人の状況によるわけなんですが、自分はどっちに該当するのか、そんな視点でこの動画を見ていただければ、まあさすがに秒で1億稼ぐみたいに大儲けできるかはわかりませんが、大損を防ぐヒントぐらいにはなるかと思います。大きな流れとしてはですね、まず仮想通貨は何がすごいのかというポジティブな話から始まり、そのポジティブな内容を踏まえた上で、なのになんで改め的にはがっつり投資したいと思わないのか、そのポイントを解説。そして最後の最後に、まあただこんな人だったら仮想通貨投資やってみてもいいかも、そんなお話で締めくくらせていただきたいと思います。では本編いきましょう。ではまず仮想通貨は何がすごいのか、そんなポジティブなお話をさせていただきます。仮想通貨は何がすごいのか、その結論を一言でお伝えしますと、ブロックチェーンという新技術によって生まれた、かつてないほど民主的な通貨だというところです。どうでしょうか？そうですよね。完全に意味がわかりませんよね。大丈夫です。ここから詳しく説明していきます。仮想通貨がどうすごいのかを把握するためには、まず一般的な通貨、法定通貨とも言いますが、ドルとか円のような我々が日頃一般的に使っているそのお金と比較してみましょう。すると凄さが分かってきます。ただのデジタルなお金、例えばクレジットカードとかスイカとか楽天ポイントとか、そういうただのデジタル通貨とは全く別のものだということが分かるはずです。でどこが違うかっていうと、デジタルかどうかっていうそういうところじゃなくて、円とかドルっていう一般的な通貨は親分が管理する通貨であって、仮想通貨はそういう親分ではなくてみんなで管理する通貨であるというところなんです。親分がいるかいないか、ここが違いであって、親分がいないこと、それが仮想通貨の本質的な価値なんです。例えばですよ、円であれば日本政府という親分、ドルであればアメリカ政府という親分がいます。クレジットカードだったらビザとかマスターカードとか JCB とか運営会社っていう管理する側の人たち、親分がいるんです。そしてそのお金を管理する親分たちにはものすごい利益と影響力が集まるということも見逃せません。日本政府という親分はお金を、円を発行する量を増やしたり減らしたり調整することで、その価値をコントロールすることができてしまいます。クレジットカード会社という親分は飲食店とか洋服屋さんとか、そのお店に一旦仕組みを導入してしまえば、お客さんがクレジットカードで支払いをするたびに 3% とか 5% とか、そういう手数料を稼げる仕組みになっています。親分は価値をコントロールすることで影響力を持ち、手数料によって大きな利益を得ることができるわけです。今まではまあお金を管理するのって大変だから、親分が大きな利益とか影響力を持ってもそれは当然だよねとされてきたんですけども、そんな中、いやそもそも親分っているかなとか、その親分がやってることってテクノロジーで完結できちゃうんじゃないっていう思いから生まれたのが、そう、仮想通貨なんです。親分たちなんかに管理されなくてもお金は流通させられると。ブロックチェーンっていう新しい技術によって親分なしでお金を流通させられるようにした、それが仮想通貨なんです。例えばどういうことかっていうとですね、今までの考え方で言えば、クレジットカード会社っていう親分に頼ってました。私がそうですね、取引族でクレジットカードで4000円分払った、そのデータがクレジットカード会社に渡されます。
その分お店に4000円の売り上げが上がった、そのデータもクレジットカード会社に渡されます。そのデータをクレジットカード会社という親分が確認して、内容に問題がなければその次の月とかにまとめて決済を完了させる。その処理を我々クレジットカード会社がまとめてやってあげてるんだから、お店側は売り上げの 3% とか 5% とか手数料を払ってね、そんな仕組みです。ただ一方で仮想通貨ビットコインであれば、親分ではなくブロックチェーンというテクノロジーがクレジットカード会社がやってくれた、その処理をやってくれちゃうんです。より詳細に言えばですね、私が取貴族でお金を払ったデータが暗号化されて、それをマイナーという親分ではなくて第三者の人たちが処理してくれます。もちろん暗号化されてるので、私が取貴族でいくら食べたみたいな情報は見れませんが、ブロックチェーンという技術を使えば、その親分ではなくて第三者のマイナーさんたちが決済に必要な処理を進めることができちゃうんです。これ別にマイナーという人たちが親切な人とかそういうわけじゃなくて、この処理をやるとマイナーさんたちは報酬としてビットコインがもらえるんで、だからやってるだけです。ここら辺のマイナーとかマイニングの話も結構大事なんですけども、もう今回は思い切ってバッサリカットしちゃいます。要はですね、クレジットカード会社がやってるような親分の仕事をブロックチェーンという仕組みを使えば、テクノロジーとマイナーの皆さんの力でできちゃうよねっていう、そういう話なんです。通貨お金なんてものは国とかクレジットカード会社みたいな巨大な親分が管理するのが当たり前、そんな時代が続いてきたんですけども、ブロックチェーンという技術が生まれたことによって、もうみんなで管理することができるんだと。一言で言えば、冒頭でも言いましたが、ついにお金の管理が民主化されたということなんです。で、なんで仮想通貨に期待が集まるかというとですね、現代を生きる我々はだんだんと親分を信じられなくなってきてるからです。我々のおじいちゃんとかひいじいちゃん世代であれば、国という存在はまるで神様のような崇高な存在でした。日本という国のために命を懸けて戦争に出向く若者がいたほどです。ただメディアが発達してきて、何でも丸裸にされちゃう今の時代において、公文書の偽造、捏造、改ざんみたいなニュースを結構聞くようになりましたよね。親分の汚い部分があらわになってきてしまいました。この信頼できない親分にお金を発行して管理してもらうという超重大ミッションを任せておいていいのかという不安が、円とかドルじゃなくてビットコインも資産として持っておかなきゃなという動機になり、結果的に仮想通貨にお金が流れることにつながっているわけです。ビットコインをはじめとした仮想通貨の強みは、人間ではなくてブロックチェーンという仕組みが管理していて、さらに暗号化された情報をみんなで監視するような仕組みになっているので、改ざんが不可能なところです。欲深い人間より感情を持たずに作動して書き換え不可能なブロックチェーンの方が自分の資産を守ってくれるんじゃないか、この思いが仮想通貨の盛り上がりにつながっています。ですので、ナイジェリアとかフィリピンとか、まあある意味中国もそうなんですが、国民が政府という親分を内心信じてないという国の方が仮想通貨の動きが活発です。まあそうですよね。国によってはハイパーインフレでお金が紙くず同然になっちゃったり、もしくは政府の強すぎる介入で資産を差し押さえられちゃうなんてことがあって、親分に怯えてるわけで、そんな人にとって仮想通貨は救世主のような存在なんです。ということで、長くなってしまったのでここで一旦まとめますと、仮想通貨は何がすごいのかというと、その答えはブロックチェーンという技術によって民主化されるはずがないと思っていたお金が民主化されたという点です。親分に管理されるのではなく、ブロックチェーンという技術とみんなの監視によって管理する通貨なんだ。ここが仮想通貨の本質です。ですので、他のデジタル通貨、クレジットカードとかスイカとか楽天ポイントとは、そもそものベースの考え方から異なる革新的なお金なんだ。まずはそう覚えておいていただければと思います。続いてですね、そんなついに民主化された革新的なお金なのに、なんで改め的にがっつり投資したいと思わないのか、そのポイントについてお話していきたいと思います。これは正直私が頭悪すぎて仮想通貨とかビットコインの可能性を理解しきれてないっていう可能性も大いにあるんですが、恥を承知でズバッと言わせてください。私が仮想通貨にがっつり投資したいと思わないのは、通貨として便利じゃない、資産として乱高下しすぎ、このシンプルすぎる2点が理由です。
いや、確かにですね、仮想通貨の誕生によって通貨が民主化されたというのはすごく革新的なことですし、通貨を発行して管理するというある種既得権益的なものを固定の親分がずっと持ち続けてるのはおかしくないかという思想も大いに納得できるところはあるんですけども、だからといって仮想通貨がビットコインが通貨として便利で、さらに私みたいな庶民が持っておきたい資産の一つかというと、それは微妙だなという話なんです。それぞれ詳しくお話していきたいんですけども、まず通貨として便利じゃないというポイントについてです。先ほどのチャプターでお話ししましたが、仮想通貨は親分に頼らない非常に民主的で自立した技術と思想を持ったお金です。ただこの親分の思惑関係なしに改ざん不可能なブロックチェーンだけで管理する仕組みって革新的ですけど、言い方を変えると融通が効かないんですよ。不便なんですよ。というのも、例えばですね、自分の仮想通貨を仮想通貨のお財布、ウォレットって言うんですけども、そのウォレットの中に入れておいたのに、自分のミスでパスワードを盗まれてしまったと。そして誰か悪い人に不正利用されちゃったと。その場合、クレジットカード会社っていう親分がいれば、保証制度とか返金制度とかがあって、なんだかんだお金が手元に戻ってくるケースが多いですよね。ただ仮想通貨は親分に頼らない自立した通貨だからこそ、そこら辺も自己責任なんです。パスワードの紛失もそうです。管理する親分がいるようなサービスだと、仮にパスワードとかが分からなくなってしまっても、なんだかんだ親分に身分証明書とかを提出して正式な手続きをすれば、自分のお金が引き出せなくなっちゃうなんてことなかなかないですよね。だけど仮想通貨はそこも自己責任です。5年以上前にビットコインを買っていて、本当だったら今は100倍以上の価値になってるにもかかわらず、その5年以上前に設定したパスワード、正確に言えばシークレットキーですが、そのシークレットキーがわからなくなってどうにも引き出せないなんて話は珍しいことじゃなく、なんなら結構仮想通貨あるあるです。あと親分がいないからこそ送金時間にも課題があります。ブロックチェーンという技術を使って、親分を通さずに私から直接お店にお金を払えるような仕組みにはなったんですけども、この関係性が近いからといって送金時間が短いわけではありません。先ほどもちょろっとお伝えしたように、マイナーという人たちが承認作業をしてくれてるわけで、それには10分程度時間がかかりますし、送金をみんながみんなバンバン使うと混雑してしまって、もっと時間がかかってしまうなんてこともあるんです。コンビニでお会計して決済が完了するまで10分とかそれ以上待つってかなり不便ですよね。まあこの送金の遅さとかはこれから技術の進化でクリアになっていくかもしれないんですけども、他の部分ですね、一般的な通貨に比べて親分がいない分、自立したお金だからこその融通の効かなさ、不便さがあるんです。そう考えると、そんなお金が円とかドルみたいにみんなが当たり前のように使われる、そうなるかって聞かれるとかなり疑わしいかなと思います。通貨は広く使われてなんぼだと思いますので、これは致命的です。しかも通貨として広く使われないってことは、資産の価値としてもそうそう上がっていかないのではと疑ってしまいます。ということでこの話ともつながるので、続いて2つ目、資産として乱高下しすぎというポイントについてもお話しさせてください。まあ確かに通貨として不便だったとしてもですね、金みたいな、金の延べ棒のあの金ですね、ああいう資産的価値が生まれるだろう、そういう反論もあると思います。ただその点についても、やっぱり金とかと比べちゃうとかなり性質が違うものかなと。というのも、これは皆さんご存知で言うまでもないかもしれないですけども、値動きの乱高下がエグすぎるんですよ。やっぱり金みたいに実体がある資産ではなくて、あくまでデジタルなものなので、みんなビットコインって実際何の価値があるんだっけって不安になりがち。なので下がる時の下がり幅が他の投資商品と比べてエグすぎるんですよ。あとこの乱高下の理由として、一部の人たちが大量のビットコインを保有しているということも挙げられます。一説ではたった 1% の人が全体の9割のビットコインを持っているとまで言われています。まあこれはあくまで説ですけどね。おそらくビットコインアドレスとその保有量から算出しているのかと思いますけども、ビットコインアドレスで個人を特定できることはありませんし、作るだけ作って忘れ去られたビットコインアドレスなんかも大量にあると思うので、実態を正確に算出するのは非常に難しいです。ただたった 1% が9割のビットコインを持っている、それはさすがに言い過ぎだったとしても、他の投資商品と比べると一部の人が大量に持っている、この構図は異常なレベルだと思います。ということはですよ、その一部の人が全てを急に売り払ったら、とんでもなく暴落して一夜にして全く価値を持たない資産になりうるということです。
それを仮想通貨投資界隈ではラストデイと呼ぶらしいですけども、そのラストデイがいつ来るのかは限られた一部の超絶ビットコイン長者のみが知るところとなっています。これもかなり微妙なポイントですよね。ブロックチェーンっていう技術を使って分散的で民主的な思想を大事にしてるはずなのに、その保有状況は中央集権的というか、結局ラストデイを操れるめちゃくちゃ牛耳ってる親分いるやんって、なんだかちぐはぐな状況になってるなと。あとラストデイだけじゃなくて、取引所がハッキングされて暴落することもあります。これは2018年に起こったコインチェック事件がいい例ですけども、本書でもその事件が発生する前に書かれているんで、仮想通貨はビットコインは改ざんが不可能、安全性が高いとか書かれてますけども、結局は改ざんが不可能と資産として安全性が高いというのは別の話だったわけです。詳細に言えば、コールドウォレットっていうごっつい金庫みたいなところで保管しないといけなかったのに、コインチェックさんがホットウォレットっていう小銭入れみたいなところに数百億円、巨額の仮想通貨を保管してたら、まあ盗まれちゃったという話であって、要はですね、ブロックチェーンっていう仕組みのセキュリティが万全であっても、それを扱う人間がミスっちゃうケースもあって、それをきっかけに暴落もあり得るっていうことなんです。あとさらに言わせていただくとですね、これは私の投資センスのなさが問題といえばそうなんですけども、仮にうまいこと自分の投資した仮想通貨が20倍とか30倍になったとして、それをしっかり売れますかという問題もあります。あなたが投資した100万円が1年間で運よく20倍に爆上がりして2000万円になった時、投資家メンタルがゴリゴリに仕上がってる人は基準を決めて冷静に言って利確できると思うんですけども、私には多分無理ですね。普通のちょっとビットコインに手を出してみましたっていう人にはまず無理だと思います。私の100万円が2000万になったら、世間も多分お祭り騒ぎになってると思うんで、そのお祭りにテンション上がって、いやいやこの勢いなら2000万どころか1億円ぐらいになっちゃうんじゃないみたいな考えになってしまうはずなんです。そしていつか訪れるラストデイまで売れずに終わる。結局運よく奇跡的に値上がりしたとして、そのチャンスを確実に掴むのだって結構難しいんです。はい、ということで今回は今更聞けないビットコインとブロックチェーンの内容をもとに、仮想通貨の可能性と抱える課題について解説させていただきました。まとめると、まず仮想通貨は何がすごいのかというとですね、ブロックチェーンという新しい技術に支えられたかつてないほど民主的な通貨だというところ。もう少し分かりやすく言えば、円とかドルみたいに親分が管理するものではなくて、ブロックチェーンとみんなの監視によって管理できるというところです。親分に偽造とか改ざんとかをされるぐらいなら、分散化したネットワークによって自分たちで民主的に管理しようよ、自立しようよっていう思想、これこそが革新的とも言えるかと思います。一方でサラタメ的には、そんな革新的な技術思想から生まれた通貨だからこそ抱える課題があるんじゃないかなと。一つ目は、通貨として便利じゃないという課題。親分に頼らない民主化された仕組みだからこそ、不正利用とかシークレットキーの紛失など人間のミスに対して融通が効かない。そもそも送金に時間がかかって使いにくいだろうと。そして二つ目は、資産として乱高下しすぎという課題。仕組みは分散的だけども、意外に保有状況は中央集権的で、全然親分いるじゃんと、親分に振り回される資産なんて嫌じゃんと。あとブロックチェーン自体は信頼できるんですけど、それを管理する会社とか人間のミスとか不正で暴落するのが怖すぎると。そして激応はド素人投資家であるサラタメ的には、仮に爆上がりしても利確できる自信がないと。だから私は積極的に仮想通貨投資はしませんと、そんなお話をさせていただきました。まあ最後に補足するとですね、あくまで私は積極的に投資をしないというだけであって、投資してメリットがある人もいると思うんですよ。それはどんな人かっていうと、結論、仮想通貨投資をゲームとして楽しめちゃうような人ですね。例えばめちゃくちゃお金持ってて500万とか1000万円を溶かしたとしても、全く顔が引きつらないような人たちですね。そのぐらい資産がある人が投資対象の一つとして選ぶのは、まあ納得できる部分もあります。そういう人って値動きの乱高下で慌てることもなく、楽しんでいいタイミングで利確できちゃうと思いますし、あとここが大きいですね。仮想通貨って円とかドルとは違った思想を持つ資産ですから、まあ完璧に違うとは言えないんですけども、本当はそもそもの思想とか仕組みが全然違うので、円とかドルとは違った値動きを見せるはずなんですよ。それって円とかドル、一般的な通貨を膨大に持つ人にとってはいいリスクヘッジになるかなと。テスラをはじめとした巨大企業が大量に持つ資産のうちちょろっとだけ仮想通貨に手を出すというのは、そういう意味かなと踏んでいます。
そう考えると悔しいですけども、仮想通貨投資も新しいもので既得権益に逆らうものっぽいはずなのに、結局既存のお金持ちが強いんですよ。富めるものがさらに富むというのが仮想通貨といえども、やっぱり投資における絶対ルールなんです。私もいつかはそんな強者の戦いができるように、今はですね、仮想通貨のチャートを必死に追いかけるのではなくて、こうやって仮想通貨の動画を出して悔しい気持ちを成仏させて、目の前のお仕事をコツコツやっていきます。仮想通貨より仕事の方が稼げるからです。皆さんは今の仮想通貨の状況をどう捉えていますでしょうか？ぜひコメント欄で教えていただき、勉強させていただければと思います。今回は以上でございます。もしこの動画がためになったという方はチャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。説明欄に今回ご紹介した本のリンクも貼っておきます。おすすめの本なので気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。あとツイッターや転職ブログなんかもやってますので、そちらもぜひ見てみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.